ナー一塁です。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。まあここはね気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあそこに集中することですね。打順は5番ビリンガム。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は外、低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。次のボールはゾーン打ちました。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール、振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。打席には6番バッターゲイル。先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナー一塁です。まずはアウトコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。さあ4球目は何か。緩急をつけて追い込んでいきます。バットに当たりません。三振、ツーアウトになっています。バッターボックスには7番ヨウ。ツーアウトランナー一塁です。インサイド見送っています。インコース決めました。内への変化球は決まりません。ストライクを取ってこれで追い込んだ。変化球で空振りを取ります。スイングアウト三振、低めの球でした。こうやって低めで勝負できれば長打は打たれにくいですよね。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスには5番福田。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。ストレート、
インコース見送ります。ワンボールツーストライクです。アウトロー外れます。変化球空振り、ワンアウトです。打順は6番高橋、先ほどの打席でヒットを放っています。メラ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。インサイド変化球外れます。ボール先行です。ファウルになります。次が4球目。速いボール、膝元決まってストライク。ツーボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。三ツ俣、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。またファウル。低め、ここもファールです。ツーボールツーストライクです。空振り三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。この回ドラゴンズ三者凡退です。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね。個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。初球は何から入ってくるか。初球見送っています。外へのカーブ外れました。3球目は何で来るか。アウトコースへのカーブはボールです。インコース変化球決まりません。変化球空振り、スリーボールツーストライクです。このボールは外れてフォアボール。
ノーアウトから先制のランナーを出していきます。小宮さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。バントしました。これはファウル。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には吉川入ります。気をつけたいバッターですね。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏には先制のランナー。やはり先に先取点が欲しいわけですから、ここは我慢のピッチングですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。これは外れた。まあ、ここはバッターフルスイングしていきますよ。なるほど。さあ、どう来るか。おっと、どうだ。ファウルボールです。外角低めのストライク。スリーボールから粘ってフルカウントです。空振り三振。ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。ただ次は怖いバッターなんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべき坂本が打席に入っています。初球から際どいコースをついてきます。次が2球目。低めいいところに持ってきましたが外れます。ボールになります。何で来るか。ファウルです。5球目は何で来るか。打ち上げました。落ちた。ヒットになる。ホームに送球する。左中間へのヒット。坂本ヒットが出ます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。ピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは小熊。さあ、そしてバッターボックスには丸が入っています。ここは気をつけたい打順ですよ。さあ、ピンチは続いています。まあ、ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですよね。ランナースタート。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これが3球目。ストレート打った。ショート正面取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。
ているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあ今日のねこのピッチャーの出来だとなかなか難しいですよ。突破口を見出すことができるんでしょうか。まず内をついてきました。入れてきました。さあ3球目は何か。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。では次はピッチャーの打順ですが、5回から登板の小熊が打席に入ります。まだ先は長いのでもう少し投げないといけませんね。そうですね。さあまず1球目、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。2球目は何で来るか。空振り、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。振っていきましたが三振、ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打順は1番に帰ります。バッター京谷。